橋本雄介は、日本の政治家、元文豪の市長、大分県立武田高等学校、西南学院大学卒業。1978年から、身体障害者療護施設の生活相談員、高齢者デイサービスセンターの所長も務めた。身体障害者療護施設では、実地の精神を大事にし、ベッドの配置を入場者に決めさせるなどした。 1996年1月から、小型町議会議員を3期、2005年4月から、文豪の市議会議員を1期務めた。2009年4月12日に行われた、文豪の市長選挙に立候補。現職の足刈幸を元市議の助、藤海のるらを破り初当選を果たした。4月24日、市長就任。2013年、再選。2017年の市長選は、 元市職員の河野文都氏に91票差で敗退した。市民一人一人との対話を大切にした1メートルからの民主主義を信条とした。厳しい財政を背景に庁舎を立て直そうとする姿勢に予算の使い方がおかしいと疑問を抱き出馬し当選。市庁舎を立てる計画は凍結し、まずは市民の生活に密着したところを手厚くし、次に 地場産業を支援すると述べた。ありがとうございます。